皆さん、アミヨチャンネルでございます。今回ですね、クリスマステーブルセンターピース作りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、これもですね、ダイソーで買いました。いろんなスクリーがありますね、ダイソーってね。ダイソーっていろんな DIY スクリーがありますね。楽しいですよ。はい、次行きましょう。今回ですね、テーブルセンターピース作りたいと思います。作りダイソーですね。はい、作りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。このろうそくですね、電池なんですよ。で、これは本当はろうそくなんですね。落としたらもうろうそくなんですよ。これプラスチックじゃないからね。はい、ろうそくこれでね、発見者もあります。なんでもね、派遣シャープでもクリスマスセンターピース。これ簡単ですよ、皆さん。こういう感じですよ。で、それでね、こういうちっちゃい葉っぱだけで100円でもあるんで、ちょっとバラしてちっちゃくこの間につけてもらって、
次はですね、キャンドルグラ、ワイングラスなんですよ。で、ワイングラスで、でこれも100円で、これも100円試着もあります。この形です、切って入れるだけで、そんな感じですね。眉打ちつけます。これね、もたれる困るからちゃんと刺して、ここの部分だけ、この感じだけですね。で、倒れないように、落ちる困るから、こう困るので、感じですね。落ちる困るので、危ないのでこれで安心と思います。その感じです。この感じですね。リソコは好きなこういう赤リボンスキティもいいですよ。こういうリソコの形で、これも履けんですよ、リボン。でこういう感じで飾りだけだったらね、好きな日好きないで、まあどっちでもいいんだけど、でも可愛いですよね。クリスマスキャンドル、その感じですね。その感じになります。皆さん、テーブルセンターピース、クリスマステーブルセンターピース、その感じですね。
これでダイソー。はい、皆さんいつも見てくれてありがとうございます。はい、皆さんここまでです。次の動画を見てね。よろしくお願いします。